さあリンゴルフもフューチャーストーナメント最終戦終盤16番、現在トーナメントリーダー3アンダータイユリカ選手。ちょっと右に出ていますが、グリーン右サイドです。同じくトーナメントリーダータイ3アンダー和田澄江選手。これはピンに向かってピンの左に向かって飛んでます、逆光で行方が見えません。全く逆光でボールが見えません。さあフューチャーストーナメント残り3ホール3連続バーディー爆発中のカレン選手です。グリーン右にオンしました。さあ伊藤選手、ここでこの3ホールで2バーディーが欲しいところ、順位を上げていきたいところです。伊藤選手はちょっと左に曲がっています。あ、バンカーに入ってしまいました。さあカレン選手、これを入れて4連続バーディーになるか。ほら入るわけね。これは入んないですよ。おお、ナイスショット。惜しい。さあ伊藤選手、なんとかしのぎたいところです。15ヤード下りのスライスか。いい感じで寄ってっています。止まれ。下りで止まりません。笹原選手は見事にワンオン、下りのかなりきついフックラインになってます。フックかなり曲がりますが、その曲がり具合読み切れるか。ナイスタッチ、ナイスパー。そうであるか。360度、ちょっと強かった。残念ボギーになってしまいました。さあ伊藤選手、ここは落とすことはできません。なんとしてもパーを一周したいところ。ナイスパー。17番パー5、すべてのショットが水頼みのパー5にできました。カウントバック、ここでバーディー取ると非常に有利になります。ちょっと左目に行きましたが、左フェアウェイを少し外れたラフです。次のショットのレイアップが良ければ全く問題ありません。このホールは第2打第3打が重要になってきます。神田選手も左にドローかかりすぎですが、
フェアウェイギリギリ登っています。さあ張本カナ選手、ナイスショット真ん中、うん、ナイスショットです。さあ第2打のプレイスメントが大事なパー5、うん、ウッドで打って飛びすぎてないか、大丈夫でしょうか。カレン選手はユーティリティです。うん、ナイスショット。笹原選手、なんとか一つ伸ばしていきたいところ。ドローがかかってナイスレイアップでした。なんと笹原選手、今日の出だしはボギーボギーダボ、なんと3ホールで4オーバー。どうなることかと思いましたが、その後取り返して現在イーブンパーです。ここでバーディーを取ってアメリカ行きを確定したいところです。お、ピンに向けて綺麗に飛んでいっていってます。オーナイソン、ナイスショット。ちょっと大きかったかな、ちょっと大きかったかな。さあ、有本カレン選手、ナイスレイアップ。残り約130、ピンに向かってまっすぐ飛んでってます。右から寄ってます。おー、ナイショー、ナイショー、バーディーチャンスです。さあ、伊藤環奈選手、ここはぜひバーディーを取りたいところ。110ヤード程度でしょうか。うん、よいしょ、ちょっと大きいかな。さあ、笹原選手、約6メートル、7メートルか、下りの難しいパットで慎重に読んでおります。ここは3パットできません。アメリカへの道があります。さあ、ナイスタッチですか、止まるか、ボールが止まるか。ナイスタッチ。下りの60センチ、大丈夫でしょう。さあ、カレン選手は笹原選手のパットを見ておりました。笹原選手フックラインということで、カレン選手もスライスラインではないかと思います。逆側に寄りますので、曲がらない、スライスしない、スライスしません。若干でしたが、スライスが持ったりしませんでした。さあ、菅野選手、バーディートライです。ナイスバーディー。うん、ナイスパー。さあ、いよいよ大詰め18番、伊藤環奈選手、ここでバーディー取れば優勝もあります。フェアウェイ左、ラフ、左ラフでしょうか。さあ、笹原選手、アメリカ行きを決定したい18番。ナイスショット。フェアウェイ左、ナイスショットです。距離も出ています。
ナイスショット。フェアウェイ左ナイスショット、低い球でナイスショットです。さあ有本選手200近くあります。お、すじってる、すじってる。あーちょっと足らない、ちょっとショート。あれを入れれば、あれを入れればいいんだよ。さあ笹原選手、ここで2オンに成功すればアメリカ確定です。ちょっと右に出てしまいました。右ショート、大きくショートしてしまいました。さあ伊藤選手、大事なショット、ここでバーディーが来れば優勝の可能性もあります。うん、ピン左、ちょっとショートがかなり左ってしまいました。ちょっと引っ掛け気味でした。さあ笹原選手、大事なアプローチです。お、高く上げて、おお絶妙、ナイスアプローチ。さあ伊藤選手も下りの難しいアプローチ、これもふわっと上げないとオーバーしてしまいます。転がしてきました。あ、難しいところ、転がしてきたが、もう少し、あと1メートル行ってれば下りに入って超ナイスショットでした。難しいところでした。さあ有本カレン選手、正確な7番ウッドのショットで約10ヤードの上りのアプローチです。うん、ナイスアプローチ、ナイスパー。オッケーです、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ナイスパー。さあ伊藤環奈選手、しのげるか。しのげるか。おお、ナイスパー、ナイスアップアンダウン、素晴らしい。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスアップアンダウン。疲れ様でした。疲れ様でした。おお、ナイスアプローチ。上竹選手、優勝決定のバーディーパットなるか。ナイスバーディー、優勝おめでとう。バーディーで決めたね、難しいところ。セガモンカ選手、このパットも年間ランキング、ポイントランキングに影響を与えるパットです。2アンダーキープしました。ナイスパー。ナイスアプローチでした。お疲れ様でした。キャロウェイのトレーナーを着た涌井選手、これからバーディーパットになります。カウントバックですので、ここでバーディーを取ると2位が確定します。
ナイスパー。